た。確かに可愛い服ばっかりだけど、スクールアイドルの衣装ってスカートそんなに短くしなくちゃダメなの？あっちに飾ってあるやつなんておへそまで出ちゃってるよ。私にはハードルが高すぎるんじゃないかな。女の子らしいものが嫌いってわけじゃないし、見るだけなら可愛いと思うけど、自分で着るとなると想像するだけで恥ずかしいよ。ほら、こういうのはクークーちゃんが着て、私はそれを引き立たせるようなパンツルックとかはどうかな。あ、一緒に歌うんだからそれはダメ。逆に目立つ？そうだよね。それにクークーちゃんが私のために一生懸命選んでくれてるんだし。ほんの少しだけ勇気出してみようかな。でもやっぱり腕とか足はもう少し隠したいんだけど。うわー、このお店はどっちを向いてもスクールアイドルの衣装にぴったりの可愛い服ばっかりです。形もいろいろ、色もとりどり。つい目移りしてしまいそうになりますけど、ククは自分に似合うステージ衣装がどんなものかは夜な夜な研究してバッチリ把握済みなのですよ。だから今度はカノンの番です。ほら、この服なんかとってもカノンに似合います。もう少しスカート丈を短くすれば衣装にぴったりです。せっかくスタイルが良いのですから、堂々と出していきましょう。足とか腕とかいろんなパーツをババンと。おお、どうして逃げるのですか？試着した写真、千里にも送ってみればいいのです。きっと、とっても感動して、ククと同じことを言うに違いありません。うわー